旧式戦車、モートラとは架空戦機、根キの艦隊に登場する架空の戦車である。名前は、想定戦場の猛虎平原と、毒気候師団の主力、ケーニヒス・ティーゲル戦車に由来する。要塞シリーズからの監修として、読者参加による世界観構築が艦隊シリーズでも受け継がれており、全設定のほとんどは、作品の熱烈な愛好者による、 構成世界にあり得る日本陸軍最強戦車としてプロットされた。万毛戦線決戦用正式戦車、旧式モートラとは5式中戦車改めに変わる陸軍主力戦車。前世戦後記憶を持つ設計者により、前世74式戦車の情報をもとに設計されているとされているが、原作カバー、サしともモ74式の車台に、 精度クレオパルト一風な砲塔を乗せ、ショット走行式棒立てをつけた車両として描かれた。使用所元はほぼ全成5式中戦車の派生計画、堀に準拠しており、武装は 105mm 戦車砲、7.62mm 機関銃、12.7mm 銃機関銃、60mm 迫撃砲、全備重量は45トン。5式中戦車改めと、 同じく速度が速い。しかしいろいろな新機能を取り入れたため、一台の値段が高く、メンテナンスも難しい。初期生産だけで終わり、後の第三次世界大戦では回収版が少数、使われただけだった。コミック OVA での外観は、完全に74式戦車であったが、文庫版扉では発煙弾発射機が8連装2機と、 なり、車体正面には爆発反応走行と見られるパネルが確認できる。新、朝日の艦隊コミック版では、すでに主力戦車の座は譲ったものの、90式戦車をベースに、フッツルクレールなどの第3世代戦車長の外観となり、イスラエルメルカワ風の車体後部脱出ハッチまであるなど、全くの別車両となってしまった。設計はおそらく前世と同じ三菱重工業。 東京機器製作所。武装として、砲塔には、全成計画戦車、堀の、姿勢 10cm 戦車砲に相当する、8式 10cm 戦車砲を搭載した。砲塔棒立て上に 12.7mm 車載重機関銃を、砲塔上面車長用及び装填手用を書く、ハッチ横に 7.62mm 車載機関銃を、備える。また、照明弾発射機も兼ねた。 財布表用 60mm 迫撃砲を社長用展望灯横に備えた。8式 10cm 戦車砲は、構成世界の技術加速により10年早く実用化された A ビッカース社製 105mm 戦車砲 L7 のライセンス供与を受け、日本で生産されたものである。砂漠決戦とのことで、方針に耐熱布の製糸を全車装着したが、その効果極めて高く、 その後の日本戦車の標準仕様となった。使用砲弾は8式鉄鋼弾、8式対戦車榴弾、8式粘着榴弾。このうち8式鉄鋼弾は、寺ラは19年の日英同盟復活以後、英国から技術供与を受けたアプズ弾を日本が独自改良、発展させたもので、8式粘着榴弾も英国で、 コンクリート要塞破壊用に開発したものを同じく技術教養を受けて実用化している。方お及び車体にはジャイロスコープ式砲安定装置が取り付けられ、旋回、不行量平面で安定制御されることで、車体の動揺に関わらず高進間射撃も可能な目標保持性能を目指したが、テストで走行中は照準機の微妙なブレにより命中精度が低下、装填手から 交尾の上下動揺が収まらず装填が不可能との報告を受け、猛虎決戦では走行中は目標標準保持のみとし、精密射撃及び砲撃は射体停止時に行うこととなった。しかしながら、停車砲撃時の命中精度は射程1000メートルで85%と驚愕すべき、公明中立を誇ったが、これは実用化に成功した日本電気製8、 式レーザー測遠機と三菱電機製8式弾道計算機連動による射撃管制装置搭載の賜物であった。このように本社は構成日本戦車としては初の数々の新機軸を意欲的に搭載した新型主力戦車であった。本社のユニークな特徴として更新弾数を2弾に増やされた旧式変速走行機が挙げられる。 テラシは22年の日米講和締結により、米国より技術供与を受け、GM シャーリソン製造部製、オートマティックトランスミッション、CD-850 から4を日本でライセンス生産した7式変速走行機が実用化され、試作車両に搭載されたが、猛虎決戦での戦術思想に基づき、ダイレム・ウィトゲンシュタイン製の旧式に変更されることとなった。 この変速走行機の目的は、射兵物の乏しい猛攻平原において、地勢の丘部を盾となし、射撃後迅速に射体を隠せること、ランカスター法則における、位置づいたの不利を覆すべく、更新射撃による敵誘い込みが可能であること、が戦術として軍部から示されたためである。また、何より、毒気候群に対する物量の不利を地略で、 抑え込もうとしたアジア国連軍にあって、決戦時に50両しか揃わなかった数の不利を、跳ね返すためにも必要な変更であった。日本は、コンペキ、西風海による戦前からの計画に基づき、技術将兵を海戦兵器等に内地に戻したこともあり、技術加速は、一大科学国ドイツや大量生産に優れた、米国を敵に回して少しも劣ることなく、 前世では配備は間に合わなかった後式中戦車をインド戦線に実戦配備している。また、戦中には冒険的発明企業育成法の制定により無数の研究家が起業し革新的技術が生み出されている。旧式戦車、モートラの製造、実戦配備成功の裏には姿勢の企業家に負けまいとした大企業の開発力向上の影響を受けたと見るべきだろう。 車体形状は74式戦車そのものであるとはいえ、砲塔形状は北インド戦線での被害見聞を先訓に、中空式設計増加装甲で全周を強化したため、図らずしもレオパルト1に似ているが、使用発注要項においては、喫光系防弾中高製砲塔を増加装甲で覆ったものとされている。見た目からも5式と、 同じく後半溶節箱組工法を全面採用たものであろう。しかしながら、砲塔形状と異なる走行を被弾形紙を考慮して組み上げることは困難だったとみられ、猛虎決戦に50両しか完成車両を送り込めなかった主因と考えられる。ただ少数ながら、決戦直前に開発に成功したセラミックチタニウム積層新型走行が、 中空式増加装甲内に挿入された車両が実戦に送り出され、ドイツ軍の突破用重戦車、ティーガー3が発射した55口径 128mm 砲用アプズ弾を見事弾き返すという快挙を見せた。構成対戦中の日本戦車で初めて上部天輪がなく直径の大きい株アルミ合金プレス製天輪を採用た本車は試作車両からの重量増で、 第一天輪の未中高性に変更されたものの、油気圧サスペンションによる姿勢変更機能が持たされており、伸縮するサスペンションにより、標準姿勢から車高を上下に、角 20cm ずつ変化させることができる。このサスペンションは前後左右別々に作動させることもできるため、車体全体を前後に6度ずつ、左右に9度ずつ傾ける姿勢制御が可能である。 このことで岡などの両線から、砲塔だけを覗かせて攻撃する、両線射撃も容易としている。これは、前世戦後の選手防衛思想にも似た待ち伏せ攻撃で運用されたモートラとって都合の良い機能ではあった。また、車体の水平を保つことで乗員への負担を軽減する効果もある。給料地、傾斜地の多い決戦地での運用を目指した姿勢制御技術は、 若干の整備振りと、車体調達費の高騰の欠点を補って、あまりあるものであったと言えるだろう。ただし、油気圧機構が故障すると、構造上すべてのサスペンションが死んでしまう弱点が、ついて回った。またエンジンは、イスズ自動車とウィトゲンシュタイン車共同開発による、大馬力クーレディーゼルエンジンの開発に成功した、ため、式馬力発動機として、 正式採用されている。本エンジンは2ストロークサイクルのターボチャージド、ディーゼルであり、アルミ合金が多用されたエンジンは軽量であり、ユニット化されたシリンダーのおかげで、他の日本陸軍装甲戦闘車両軍とのエンジン、共用化による生産能率向上が図られた。本社に興味を示したアジア連合軍や自由ドイツ軍、トロツキー軍などのため、 輸出等で量産を図り調達価格を下げるべきとの意見もあったが、後世、第二次世界大戦終了後ほどなく第三国への武器輸出を禁止する法案が制定されたため国内兵器産業にとってさらなる調達を期待することは不可能となった。第三次大戦勃発後も日本陸軍において同車両の改良型が細々と運用されることとなった。その上、 対戦の再勃発を見据え、同盟がなった、米英両国より新英戦車のライセンス調達や、購入後に同車両道等性能に、大幅改良したものを機構手段の中核として、採用する方針が政府より打ち出されるなど、MBT としての地位が揺らぐこととなった。政府の方針に反発した、国内兵器産業内で、対抗馬となる試作新戦車の開発が始まり、 その後のロビー活動などを通じて、政府と軍の調達方針を撤回させ、後の重式戦車、猛虎が生まれることとなる。ありがとうございます。